とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン7も、もう少しで終わり、あと2日ぐらいかな。で、おしまいですね。最後の追い込みやっていきましょう。では、今日も2ついいものが出るまで、やめられません。行ってみましょう。では、一発目です。おー、惜しいな惜しいな一発目惜しいな。あ、まあまあ、黄金が、うん、影化中の魂か。あ、まあ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 、いらないね。そこにクールダウンがあればね、まあ、使えたよね。雷フォーカスと、霊気にポーションバリア。よかったんだけどな。惜しい。ピグリア、クールダウンないか。心奪うものもまあ、使わないしな。はい。あ、まあまあ、一発目結構惜しかった。うん。これは早めに来る可能性がありますね。では、頑張ろう。星夜が二つ。珍しい。初めてだね。まあ、怒りは良くないね。一つ目の夜は、ああ、黄金でクリティカル1か。1。クリ率 10% ぐらい。うん、まあまあまあ、ないよりはマシ。左から爆発。真ん中が微妙かな。まあまあ、弱体化の吸血かな。うん、まあ普通ぐらいかな。横は、ああ、これは黄金ではない。吸血クリティカル爆発。ああ、なんかこっちと被ってるな。うん。まあ、こっちはクリティカル3までつけれるっていう感じか。いやー、いらないなー。うーん。まあまあ、とりあえずこれ、取っときましょうか。機械化装ブレード、だけども、エンチャントは良くないね。これの最高のやつも欲しいんだよね。ダイナモと痛みサイクル、アーティファクトシナジー。あと重力か。がついてるやつがいいんだけども、まあ、これは重力しかついてないね。いやいや、4つともつけようと思うと難しいな。強化メールいらない。フルメタル、あ、クールダウンはあるね。クールダウン、クールダウン、雪玉か。で、これ防御性能抜群だから、無謀、いやー、厳しいかな。難しいだろうな。ちょっとこれじゃダメですね。おお、あーでも、いらないな。全然エンチャント良くない。いや、全く良くないエンチャントだね。話になりません。いや、クールダウンつかないな。今日はクールダウンつかない系かな。ちょっとまずそうだよ、それは。よろしくないね。ハイランドは、クールダウン今日つかないな。クールダウンつかない日だな。夜は、よくない。よくない。今日クールダウンつかない日か。いや、ノーマルばっかりだな。まあ、黄金3はつくようになってるか。黄金3、あ、いや、黄金1か。太陽の愛ももちろんいらないしね。ちょっと今日は時間がかかるかも。まあ、バーストボーストリング、ダイナモと、まあまあ、重要なスキルはついてるね。いりません。だが、いらない。呪い。衝撃波、旋風、クリティカル、回復がな。いや、いりませんね、全部ね。ピグリンと、ベールかな、これは。どうだろう。ピグリン、クールダウンつかんな。よろしくない。ダメだね、今日。よろしくないね。まだ、未だに1個も出てません。ダメだね、次。あ、これは、使えなくはないよね。流れ込む魂と球根がついてる。
あと魂の共鳴がつけばね、もう3つともソウル系ってなってなかなかいいんだろうけども、いらないかな。いやでも面白いかもしんないね。ちょっと妥協も入ってるけども、とりあえず一つゲットして安心したいので、ここゲットしておきます。ありがとうございます。タイタン、またしてもクールダウンなし。ヘルスシナジーはついてるね。クールダウンショット、クールダウンショットがついてればなかなか良かったかもね。真ん中にバーストボーストリングとマルチショット、チャージショットはまあ別にいらないけどね。次、ダメだな、ダメだね。今日ちょっと厳しいな。微妙だな。いや良くないよ、全然良くないな。今日は出ないな。ファイヤーブランド、前はね若干使ってたことがあるんだけども、そうね、まあ旋風衝撃波クリティカル、あクリティカルじゃないや、輝きエイリ、悪くはないと思うんだけどね。でも物自体がまあそこまで強くはないんだよな。次来ないな。爆縮ダメ、ツルハシダメ、ファイヤーボルトスロワー全然ダメ。おっと来たかな、これ来たんじゃない。まあまあまあこの2つはまあ置いときましょう。クールダウンヘルスシナジー頼む。ダメです。一つも良くねえなー。俺が欲しいやつはついてないね。はい次、クールダウンはついてるね。でもなぜこれなんだい、こっちにはついてない。こんなもんか。今日はかなりちょっと時間かかってるよ。よろしくないね。クールダウンなし、バーストボーストリングロールチャージぐらいか。流れ込む魂ついてるね。で凶暴化が黄金で、まあ回復がないか。追い打ちクリティカル、いや重力も欲しいとこだよねこれは。いやダメですね、全然使い物にはなりそうにないな。これは意外と使えそうなやつが出たね。不安定なやつで、雷フォーカスでしょ。で、ヘルスシナジーのクールダウン。悪くないと思う。ま、ただ、黄金で、防護がそこにあればよかったかな。防護か霊気があれば。耐久力が上がったかもしんないけども、まあまあ、悪くはないと思う。雷とヘルスシナジー、クールダウン。いいんじゃないですかね。まあ、最高のやつではないんだけども。はい。じゃあ、とりあえずこれ、ゲットして、もう少し行こうか。な、いつもながら、3回、やっていきましょう。来い！よろしくない。クールダウンショットはついてる。惜しいね。剣、いらないね。どうだ？ない。クールダウンなし。次。ラスト2回。ダイヤ剣かワールウィンドか。回復がないじゃんね。ほとんどなんか紫色っぽいエンチャントが揃ったね。回復がない。ビーネスともちろんいらない。ワールウィンド。弱体化、輝き、旋風ってところか。いやー、使わないかな。ラスト行こう！ラスト！ダメだ！ダメだ！まあ、トルバドゥールは、クールダウンついてればいいかもしんないけども、
まあいらないんだよな。ああ、クールダウンショットはついてる。どうだ、ダメだ最後の最後もダメでした。今日は良くないな。はい、ということで戻ってきました。今日もなんかちょっとね、若干妥協したところがありますね。やっぱ時間がねちょっとかかってきだすとちょっと焦るのよねまだ終わんないのかっていう、このラインが難しいところです。はい、まあシーズン7もう少しで終わりですね。最後の最後まで、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。